あンナ・カレーニナ、トルストイ。前回の続きからです。23。月曜日には6月2日の委員会の定例会議があった。カレーニンは会議室へ入ると、いつものように同輩や 議長に挨拶して、自責に落ち着き、目の前に用意してある書類の上に手を乗せた。その書類の中には、彼に必要な参考材料や、これからしようと思っている提案の、ざっとした要項などが混じっていた。もっとも彼には参考材料などに用がなかった。彼は何もかも覚えていたので、 これから言おうとしていることを頭の中で復唱してみる必要さえ認めなかった。やがて自分の番が来て虚なしく平然たる様子を示そうと努力しているテキストの顔を目の当たりに見たら彼の演説は今準備などするよりむしろ手際よく自然に流れ出すのを彼は自分で承知しているのであった。 彼は自分の演説の内容が実に大きなものであってその一語一語が意味を持つようになるだろうと感じたしかも定例の報告を聞いている間は彼の様子は極めて無邪気なさも平和らしい顔つきをしていた長い指先で前に置いてある白い髪の両端を優しくなでている 筋の浮いた白い手や疲れたような表情で横にかしげた首を見ているとやがて今彼の口から恐ろしい嵐を巻き起こして議員たちを怒号させ相互に妨害をさせ議長に秩序の維持を宣告させるような弁舌がほとばしり出ようとは誰しも想像することさえできなかった。 報告が終わった時、カレーニンは持ち前の静かな声で、異種族構成問題について、若干意見を愚痴にしたいと申し出た。一同の注意は彼の方へ向けられた。カレーニンは一つ席をして、いつも演説をする時の決まりで、わざと自分の敵手を見ず、自分の前に座っている男。 委員会でもかつて自分の意見などを発表したことのないおとなしい小柄な老人を目標に選び出して辞説を述べ始めたいよいよ問題が根本的有機的な放棄のことになると敵ュは踊り上がって抗議を始めた同じく委員の一人であるストレーモフも 同様に急所をつかれて弁明を始めた一口に言えば議場は拳拳豪々となったのであるしかしカレーニンは外貨をそうした彼の提案は採択され新しい3つの委員会が組織されることになったのである翌日ペテルブルグの官会政治会では この委員会の噂で持ちきりであった。カレーニンの成功は彼自身の予期を超えるほどであった。あくる火曜日、カレーニンは朝目を覚ますと、昨日の勝利を快く思い起こした。そして彼の事務所人が長官のご機嫌を取るために委員会のことで自分の耳へ入った噂を伝えたとき、 平気をよそうと思いながらもにやりと笑わずにいられなかった事務所に相手の仕事に紛れてカレーニンは今日が火曜でアンナに引っ越しを命じておいた日であることをすっかり失念していたそういうわけで注目が入ってきて妻の到着を告げた時彼は不快な驚きを感じた 旦那は早朝ペテルブルグへ着いた彼女の撃った電報によって迎えの馬車が差し回されたのである従ってカレーニーは妻の到着を知ることができたはずなのであるところが女の到着した時彼は迎えに出なかった召使いは彼女に向かって旦那様はまだ書斎からお出にならないで 事務所人とお仕事中ですと言った彼女は自分のついたことを夫に知らせるように命じ自分の居間へ入って荷物を整理しながら夫がやってくるのを待っていたが1時間過ぎても来なかったやがて何かの差し支つ,つに過去つけて食堂へ出て夫がここは出てくるかと待ち受けながらわざと大きな声で 話をし,たしかしカレーニンはここへも出てこなかったそのくせ彼が事務所人を送って書斎の戸口まで出てきたのはちゃんと彼女の耳へ入ったのである彼女は夫がいつものしきたりで間もなく出勤することを知っていたのでそれまでにあって自分たちの関係をはっきりさせたかったのである 彼女は広間を一回りした後、思い切って夫の方へ行った。彼女が書斎へ入った時、彼は明らかに出勤の下暮らしく制服を着て、小さいテーブルに向かって、両手をへじつきして、どんよりと目の前を見つめていた。アンナは自分のことを考えているのを悟った。妻の姿を見ると、 彼は立ち上がろうとしたがすぐに思い直した。とその顔はアンナがついぞ今まで見たことがないほどカッと赤くなった。やがて彼は素早く立ち上がり妻の目より高い額か曲げの辺りを見ながら進んできた。そばへ寄ると手を取って座るようにと言った。 あなたが帰ってくれて私は非常に嬉しい妻のそばへ腰を下ろしながら彼はこう言った見受けたところまだ何か言おうとして口ごもったらしい幾度も口を切ろうとしながらその度にやめてしまうのであった彼女はこの対面に心構えしながら 夫を軽蔑し避難するように自己訓練をしていたにもかかわらず彼女は何と言っていいか分からず気の毒にさえなってきたこうして長く沈黙が続いた「セリョージャは元気ですか?」と彼は言ったが返事を待たずに付け出した「今日は食事を家でしないから」 私はこれからすぐ出かけなくちゃならない。私は息子はいてしまうつもりでございました。と彼女は言った。いやあなたが帰ってきたのはいいことでした。と彼は言ってまた口をつぐんだ。彼が自分で話の皮切りをする力がないのを見て彼女は自分の方から切り出した。